きなさい。お供します。見事な戦いだったわ、バイオラさん。満腹丸さんもよくついていきましたね。うん、お腹空いてもう力が出ないのだ。ちょっと待ってください。勝者は私たちなんですよ。どうしてバイオラさんを先に褒めるんですか？別に成績で褒める順番を決めてるわけじゃないんだけど。そうね、月影さん、あなたは分かってるんじゃない？そうですね、改めて感じることがたくさんありました。ねえ小春、あなた大秘徳先生と戦うためのパートナーを探してるんでしょ？ええ、そうです。私は本気で戦った、実力を示してみせた、気持ちは伝わったはずよ。それでも一緒に組めとは言ってくれないのね。負けた分際で何よ。黙りなさい、今は私が小春と話してるのよ。これでも私の力を認めないというの？そうじゃないんです、パートナーを選ばないのは私の方の事情です。バイオラさん、あなたは強くなった、とても。私が聞きたいのはそんな言葉じゃないわ。バイオラさん、お願いだから私のパートナーになってください。あなたにそう言わせたいのよ。そのために私の強さを全て知ってもらうまで絶対に諦めない。そうですか、それであなたの気が済むならそうしましょう。理事長、何かしら？もう一戦やらせてください。パートナーを変えて戦います。私がバイオラさんのエクスターになります。ようやく私の方を向いたわね、小春。ごめんなさい、バイオラさん。もっと、あの、月影さんとバイオラさんのペアですって、そんなの誰が戦うんですか？いや、序列1位と2位のコンビですよ。無理です。しかもパートナーがカロリー切れの豚だなんて、私死んじゃいます。餓死してしまうのだ。だって他にいないんだもの、諦めて死んでちょうだいね。花の命は短いと言いますけれど、私の野望もここでついえるのね。まあまあ冗談はさておき、あの二人が相手じゃさすがにモチベーションが上がらないわよね。ならこうしましょう、ボーナスポイントを出すわ。ボーナス？あの二人に一撃入れるたびにポイントを加算します。もう一声。じゃあもし二人に勝てたら、稲川さんは筆頭で序列1位、満腹丸さんが副筆頭で第2位、これでどう？やります、やらせてください。序列2位というのは中国四大料理でいうとどこの料理なのだ？二人で筆頭と副筆頭となれば満願全席だって食べられますよ。わお、満願全席。ほら、砂糖水でも飲んでカロリーを補給しなさい。早く早く。わかったのだ。私たちは先にフィールドへ向かいましょうか。私が言うのもあれだけど、あの二人が気の毒だわ。自信を喪失しなければいいけど。それでへこたれるような人たちじゃないでしょ。老婆心ながら忠告しておくわ、くれぐれも油断しないことね。あの二人、次は本気以上の力を出してくるわよ。望むところだわ。少しは手応えがなくちゃ楽しくないものね。相手が誰であっても手を抜くつもりはありません。わあ、準備完了なのだ。筆頭と副筆頭のさ、
まとめていただきます。満願全席いただきます。いつでもいいわ。始めましょう。手っ取り早く直接対決といきましょうか。では試合始め。小春、いいわね。ええ、万全です。力の差を見せてあげるわ。やっちゃったのだ。あらあら、大丈夫ですか。早く終わらすのだ。飛んでけ。空はぁ、あ、着実に感じます。しくしくしく、短い夢でした。勝てるわけないじゃないですか、あんなのに。うえ、飲んだ砂糖水を全部戻してしまったのだ。もったいない、もったいないのだ。うえ、予想をはるかに超える力だわ。他の誰と組んだ時よりも攻撃力があまりにもエクスターの違いだけでこんなにも差が出ることがあるなんて。私の力じゃありません。私とバイオラさんの力です。分かればいいのよ。それでも私とは組まないんでしょ。ごめんなさい。もういいわ。小春に追いつくために必死で努力をしたけど全部無駄だったってことね。違うんです。話を聞いて、バイオラさん、あなたの気持ちは十分伝わりました。あなたの本当の強さも。ありがとう。でも慰めならいらない。どうぞ。バイオラさん、そんな顔しないでよ。私がいじめてるみたいでしょ。そうね。だったらチャンスが欲しいわ。チャンス？私と組んで大伊徳先生と戦ってちょうだい。それは一度でいい。私が強さを認めたあなたと極限の戦いをしてみたい。それですっぱり諦めるわ。お願いします、小春。あれ、バイオラと月影だ。こんなと、あ、バイオラが月影に頭を下げてる。ほう、これはいいものを見た。何がどうなってこうなってんの。うるさいわね。ガイアは黙ってなさい。私は真剣なのよ。すみません、小
これで足りなければ土下座でも何でもするわ。だからお願い。わかりました。顔を上げてください。一緒に大徳先生に挑みましょう。小春。ただし一度きりです。わかってるわ。あなたと私なら一度で十分でしょ、バイオラさん。もちろんよ。私と小春が組めば指針にだって負けるわけがないわ。行きましょう。私もようやく前に進める気がします。月影とバイオラが組んで大徳先生に挑戦するとか言ってた？私にもそう聞こえた。大事件じゃん！そんなの見逃せないよ。同感だ。この目で見なければな。クズリュウ、二人を追いかけよう。ああ。